オブス県は、モンゴル国の県の一つ。2008年時点での人口は77,184人。同国の西部に位置し、首都のウランバートルからは 1,336km 離れている。県庁所在地のオラーアンゴムは、海抜 936m 地点に位置する。県名は、モンゴル最大の湖である、ウブスヌールにちなんで名付けられた。この県のステップ地帯の一部は、 ウブスヌールとして世界遺産に登録されている。県の北の境界は6 4 0トルにわたり、ロシアと接していて、東の境は3 4 0トルにわたり、ザブハン県と接している。また、南と西の境は、それぞれ2 0 0トルずつにわたり、ホブド県とバヤンウルギー県に接している。この県の面積は69,585.39。 平方キロメートルで国土の4.45%を占めている。気候は総面積の60%が山岳気候で、残りの40%がゴビ砂漠のステップ気候になっている。この地には昔からアルタイ語族の言語を話す人々が暮らしを営んできた。現在は人口の60%がドゥルベド族、15%がバヤド族、15%が ハルハ族で占められている。また、最近では、トゥバ族、ホトン族、カザフ族なども少なからずこの地で暮らしている。1921年に起きた革命の後、この地方には1925年11月21日に、チャンドマニューリン県が設立された。チャンドマニューリン県は、現在のオブス県、ホブド県、バヤンウルギー県の国の西半分を管轄していた。 1931年に、チャンドマニウーリン県は、ホブド県とドゥルベド県に分割され、さらにドゥルベド県は1933年に、オブス県と解消された。州内のソムノクワリズ県の主婦 ABCDE2007 年、オブス県人口報告書2008年、オブス県統計報告書あるいはオルギー、あるいはオムノノビ、ありがとうございます。